ロウィンコーナーの外国人の話、ハロウィンコーナーの外国人の話、今2021年の10月頃ですけども、まあ、雑貨屋とか通りかかってちょっと買い物とか消耗品とか買うとですね、おもちゃコーナーというか季節の商品コーナーというか、ああいうのがあって、ハロウィンのねかぼちゃのお面とかそういうのがずらっと並んでるんですね。私はあんまりハロウィンの系統のものは買わないし、好みでもないからね、これ買って普段どうすんのみたいな、ハロウィンの時期はいいけども、こう普段使えないじゃんみたいな、そういう装飾品だらけなのね。だからあんまり買わないし 見ないしそういかないんだけども、その時なぜかちょっとフラッと立ち寄りまして、いいのあったら買おうかなと思って、まあ、他にもね洗面用具とかカゴに入れてるんですけども、まあ、ハロウィンもいいかなみたいな感じで見たらですね、売り場にその外国人の女性、まあ熟年のヨーロッパ人ですかね、外国人の女性一人ポツン立ってて見てるわけ。私はちょっと邪魔しちゃ悪いから、ちょっと遠巻きに他のコーナーとか見て、いなくなったら行こうと思って、いなくなったんで行こうかなと見てたんですね。でチラチラそこ見て、ただそしたらね、ヨーロッパの、ね、熟年の女性がですね、ハロウィンとこをまじまじ見てて、まあ、いいのあったら買おうかなと思ってるんでしょうね。これで今のねハロウィンの飾り付けっていうのはなんかねグロいのがね多いんですよ。グロいのが、血のついた斧みたいな、もちろんフェイクですよ、プラスチックですけど、でリアルなね、あるいはお面とかで目玉がバーッと飛び出してるようなリアルなグロい仮面とかね、うん、それから骸骨の仮面とかね、血が出てるやつとか、それとかね、極めつけはですね、人間の足首が切断されてて、それにチェーンが付けられてて、どこかぶら下げてけとくみたいな、そういう、まあ、フェイクですけども、模型ですけども、人間の足首がブラブラしてると、そういうまあ残虐な飾りというかね、うん、これ家にあったら怖いだろみたいな、子供泣くだろみたいな、そういう飾り付けとかねあって、かぼちゃのお面なんてもんじゃないんですよ。その本当いかにグロく怖くするかみたいな、 SFX みたいなね、特殊メイクみたいな、そういうのが多くて、だから本当にホラーコーナーだなみたいな、そういう雰囲気なんですね。で私がねその引きで見た時に、雑貨屋さんっていうのは、まあ男性も入りますけども、洗面用品、綿棒とかね、デンタルフロスとか置いてるから、男性も入るけども、なんかテイストとしては主に女性がメイン客みたいな、そういう雰囲気の店も多いですよね。つまり、ファンシーなもの、あるいは手芸のものとかね、うん。インテリアも女性向けだな、みたいな可愛い猫ちゃんとかね。だから、店の全体の雰囲気も、可愛らしいんですよ。おしゃれというか、まあなんていうか、ファンシーというかね、ガーリーというか、なんていうか女性向けみたいな、女性が喜ぶようなほんわかしたような、うん、そういうサインが出てるわけ。そこかしこから。で店員さんも女性の人が多いし、なんかこうね、やっぱこれ女性向けだなみたいな、そういう可愛いっていうかね、まあそういう内装ね。うん。それでね。そのハロウィンの一角だけ妙にグロいんですね。先ほどの血のついた斧がねあったりとか、足首切れてるのがチェーンでぶら下げたりとか、あれドクロですよ、シャレ神戸が何個も並んだりとか、なんかここだけなんかやけにグロいぞみたいな、店内全部ほんわかなんだけど、ハロウィンコーナーだけおどろおどろしいというね、そういうギャップがあって、これっていいのみたいな、うん、なんかね、違和感出まくりですよね。はい、店の雰囲気合ってないというか、はい。で先ほどのですね、外国人女性のヨーロッパ系のね熟年の女性が見てたんですね。私は早く開かないかなと思って、他のコーナーからチラチラ見てて、でそのねヨーロッパ系の女性はですね、外国人の女性はこう見てですね、なんかこうグロいとこ見てるわけ。先ほどの切断された足首とか手首とか、
そのフェイクのおもちゃというか模型というかね、インテリア、これをねまじまじ見てて、なんかブルブルってちょっと震えて、で立ち去るみたいな。だから雰囲気としては言葉には出してませんけど、何これ何これみたいな感じで見て、でブルブルってコワーみたいな感じで、ああ嫌だ嫌だみたいな感じで、それで立ち去るみたいな、そういうねモーションをしたんですね。うん、で私はそれを見てですね、まあグロいよねと、だけど日本人が受ける感覚とはちょっと違うのかなと、そんな想像をしたわけです。日本人でハロウィンのイメージは海外のもの、つまり海外のコアカローが海外のホラー映画のような、ちょっと そういうテイストで見てるわけ。まあ、怖いことは怖いんだけど、これは作り物だよねと、映画の中のことだよねみたいな、海外のことだよねと、ジェイソンだよねと、フレディだよねと、うん、そういうテイストで見てるわけね。だ本気にはしてないと。だけど外国人のその女性から見ると、彼女が本場なわけだからね、彼女の本場のハロウィーンなんだから、だからそのハロウィーンのテイストに寄せてるってことは、彼女の本場の土着のね、そういう宗教というか、まあ土着の風習なわけだから、彼女にとってみれば、まあうちの本場の怖いやつだみたいな感じで思ってるわけ。ちょっと分かりづらいですけど、反転して日本人が海外に行って、ハロウィーンのコーナーに行っとしますね。でそこにですね、和風の怖いのが置いてたらどうか。和風の怖いやつ、例えば妖怪のねあれとか、お面とか置物とか、あとお岩さんのお面とか模型とか多いよね、つまり日本の幽霊、あるいは日本のそういう怖いやつ、手が切れてるのもいいんだけども、足首だけ置いてあるのもいいんだけど、それは刀で切られてるとかね、拷問された上に切られてるとか、江戸時代のね拷問とか、そのを模型として置いてあるコーナーがあったらどう感じるだろうと。やっぱ怖いんですよね。ハロウィーン偽物って分かっててもですね、和風でこっち本場だから、やっぱりね、その精神的に嘘だとはフェイクだとはね言い切れないような、そういう歴史を持ってるからね。だからどこか外国の違う風習でしょみたいな、別文化でしょみたいな、そういう防壁ないから、ダイレクトにこう怖いのがね入ってきちゃうと。でその外国人女性もやっぱ怖かったんじゃないかなと、本場ですからね。うん、というわけで、ハロウィンコーナーのね話でした。